皆さんこんばんは、レチシです。今日はささやき雑談やっていきたいと思います。今回は2回目の登場のこちらの新背景で撮影しております。こちらの背景は定期的に使用していく予定ですので、今のうちに見慣れておいていただけると嬉しいです。それでは早速ささやき雑談ましょう。スタート。ささやきだけでは眠れない方もいるかもしれないので、動画の合間にマウスサウンドなどを挟みながら行っていきたいと思います。ぜひ最後まで見てみてください。再生リストを整理したかというお話をさせていただければなと思います。今までの再生リストは、一つの再生リストで 1,2 本の動画しか入ってないものなどもあったりして見づらいなっていう印象があったので、綺麗にしようかなと思いしてみました。まあ、これをなぜしようかなって思った、まあ、きっかけがありまして、YouTuber の方の再生リストが入ってるよっていう
中華街かなっていうことで、今一番中華街に行きたいなって思っています。もし横浜あたりに住んでいる方がいたら、なんかおすすめのスポットとかあれば教えてください。理由がオタクすぎましたね。少しオタクで言うと、最近見ているアニメなんですかとか質問されるので、
ですね。